お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。西野明弘さん。あ、そう、西野。はい、西野です。はい、今日はちょっと占いですね。占いでもいい結果します。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ちょっと一回、はい、手相を見せてもらっていいですか。手相ですか。はい、はい。わかるんですか。あ、なるほど。乾燥肌なんだね。乾燥だ。かけないですかね、じゃあ。乾燥肌で、確かに乾燥肌です。なぜかっていうとね、はい、なんだろうな。手荒れの星っていうのが入ってる。手荒れの星ちょっと聞いてもないですけど、はい、手荒れの星っていうのが入ってて、結構これから悪い周期に入るから、はい、まあ、なぜかっていうと、はいはい、冬が始まるんだよね。まあ、確かに確かに、はい、確かに始まる、はい、結構手荒れには手荒れ、はい、気をつけた方がいいかなと思って。あ、分かりました、はい、確かに。はい、西野さん、はい、誕生日聞かせてもらっていいですか。誕生日ですか。1980年の7月3日ですね、はい、1980年、はい、松坂世代ですね、はい、松坂世代、はい、松坂世代ですね、はい、なるほどね、はい、この年ね、はい、実はね、すごいよ。なんすか。長渕剛さんのトンボが発売された年なんだ。あー、確かに分かる、うん、はい、確かに結構ね、はい、あとウィンクの寂しい熱帯魚とか、はい、結構ヨーロヒット曲出てるから、はい、周期的には、はい、すごい、はい、オリコンの星っていうのが入ってる。オリコンの星、はい、うん、オリコンの星ですか、うん、知らんですね、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと、はい、ごめんなさい、うんうん、ちょっとわかんないですけど、はい、ごめんなさい、ちょっとざわつになっちゃう。結構あれだよね、せっかち、せっかち。あ、せっかちですね、確かに。せっかちですね、はい、うん、もう結構、はい。せっかちで、なんだろう、結構生活もシンプルだったりする。はい、あ、はい、僕結構シンプルですよ、はい、うん、ご飯も食に興味ないですし、そうだよね、はい、結構もうそばしか食べないです。服もね、黒の服とか、はい、もうそうですね。ばっかりだよね。もうそうですね、もう選ぶ時間がもったいないんで、はい。なんでかっていうとね、はい、無印の星っていうのが、無印の星ですか。何でもシンプルなのね。あ、そうなんですか。星自体がなんか印じゃないんですか。だから星があっても無印なんですか。無印。なんかちょっと難しいですね。うん、はい。ちょっとざわっとしちゃってごめんなさい。はい。すみません。はい。でね、7月3日か。はい。カニ座だね。あ、カニ座なんですよ。はい。カニ座だね、はい。よく知ってますね。はい。わかりますね。結構、はい、なんだろう、なんか、はい、このイエイイエイとか。ああ、確かに。イエイイエイとか、それで言うと両手でやってるんですか、これイエイイエイってあの漫才で、はい、そう、それもね、やっぱ、はい、カニ座の星が入ってるから、これカニなんですか。あ、確かに。でも、でもそうやって言われてもちょっと確かに、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 カニ座の星が、カニ座の星、カニ座の星、カニ座の星なんですか。なんか結構カニ、カニに恵まれてる、はい、カニに恵まれてるって、それでいうところの、なんだろうな、例えば、まあ、カニに恵まれてるかちょっと分かんないんだが、例えば堀江貴美さんとかが、ブランド牛作られるとかあるんですよ。で、僕もなんかちょっとエンタメなんか作りたいなっていうところで、ごめんなさい、例えば越前ガニであったりとか、うん、例えばタラバガニとか、まあ、結構言うのがあるじゃないですか、うん、でそれも僕なんかやりたいなってところで、兵庫県川西市出身の僕からすると、うん、まあ、兵庫県なんかちょっと、美味しいカニができたらいいかなってね、それ名前をなんか確かにっていうので、確かに確かにちょっとやろうかなってちょっと思ってます、はい、それがね、やっぱね、カニ座の星マーク。カニ座の星なんですか。カニ座の星なんですか。ロックオン、ロックオン。はい、面白い。なんだろうな、面白いですね、はい、すごい、西野さんって、はい、すごいクリエイティブなんです、もともと。あ、そうなんですか。結構、はい、全然西野さんのこと存じなくて、本当に。あ、全然、はい、全然、はい。わからないんですけど、はい、去年、はい、なんだろうな、映画作りました。あ、そうですね。忠実に言うと、映画を作ったというか、その前にちょっと本を作っていて、で絵本をその、映画にしたというか、ちょっと細かく言うとですけど、まあ、映画を作った中の抜粋したところが絵本になったみたいな形なんですけど、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとごちゃごちゃって言っちゃったり、はい、分かりにくかったな。そう、全然そういうのいらないんだけど、はい、あ、ごめんなさい、すみません、ちょっとすみません、いらないんだけど、はい、ごめんなさい。実はもう次回作も考えてたりするよね。確かにすごいですね、うん、すごいですね。考えてるっちゃ考えてるんですよ。で、はい、それでね、キャスティングも、はい、もう考えてらっしゃる。ああ、考えてるじゃん、はい、考えてますね、はい、もう結構それで動いちゃってますね、はい、うん、はい、でね、その中で、はい、蟹江敬三さん、確かに敬三さん、はい、それはやっぱりね、はい、蟹座の星が入ってる。ああ、なんか蟹座なんですか。あの蟹座なんですか。蟹江敬三さん、蟹座の星なんですか。蟹江敬三さん検討してるよね。まあ、検討してません。ロックオン、ロックオン、うん、すごいですね、なんか。あとね、はい、全然西野さん、存じ上げなくて、もっと、あ、全然、はい、大丈夫です、はい、テレビ見てないんで、はい、はい、ごめんなさい。なんだろう、もともと映画作られる前に、はい、なんだろう、こう
アートをあー、はい、やられてませんでした。あ、やってましたよ、はい、ずっともう18からやってますね、はい、ちょっとマイクの前で、はいはい、ちょっとパートナーさんが、まあ、ちょっと少し小柄で、あ、はい、小柄でちょっと今の絵だと、なんだろうな、まあ、タオルとか巻いてるのかな、はいはいはい、で、あの、いやいや、そうですね、あの、あれだ、あのちょっと字が見えるな、カミサックさん、カジサックですね、それとあのカジサックですね、カジサック、はい、ちょっと惜しいですね、はい、そうなん、惜しかった、ちょっと見え方難しいですね、はい、カジサックですね、いやいやってやるよね、あ、いやいややってます、それやっぱりね、はい、やっぱカニ座の星なんですね、カニ座の星なんですか、はい、カジュアルか8月7日なんで、カニ座じゃないんですよ、多分でもカニ座の星なんですか、カニ座の星、僕はカニ座なんですか、カニ座の星、カニ座の星、確かに、あとね、絵本描いた方がいいよ、あの、それで言うと描いてるんですよ、もうあ、僕か、一応絵本作家なんで、あの、絵本描いてるんですよ、もう結構描いてて描く、そうだよね、描いてるんですよ、あの、はい、タモリさんの2枚で描いてるんですよ、はい、はい、そうそうそう、あの、それがあのさっきの映画ですね、その絵本を描いた上での、映画っていうか、まあ、描いてるんですよ、はい、あと何か聞きたいことあります、いや、例えば、なんだろうな、星さんって、あの、星が見えるんですか、あの、星を見ながらやるんですか、その占いっていうのは、星、はい、星が見えるんですか、僕、あの、それで言うと、あの、ちょっとごめんなさい、ベラベラされちゃって、あの、僕が、あの、書いてる煙突町のプペルっていうのが、あの、星をなかなか見えないとか、まあ、星を見ようとする人を、夢を持ったら笑われて、上を見たら叩かれるっていう中で、星はなかなか見えないんですよ、ただ星さん星見えるじゃないですか、それ本当に見えてるんですか、そういうことなんですか、ちょっとよくわかんないです、僕何言ってるかちょっとわかんないですけど、ごめんなさい、はい、ちょっと違うんですか、あ、そうです、それはまたちょっと木下レオンさんに聞いてみてください確かに確かに